ますデコンストラクションです、もうサクサクメンバー紹介しちゃいます。弦が6本あります。あのプレイステーションポータブルをプレイステーション、PSP を作ったあのメーカーで日夜死ぬほど残業してます。本命師少年本当なんです。相川翔とため中井貴一とためマサよろしく。ギター弾かせてもらってます小池豊です。よろしくお願いします。あ、そうなんですよ、はい、いつもはって言われるノリなんですけど職業、学校の高校の先生やってます。よろしくお願いします。何の先生？セックス。は夜ですね。昼間真面目に社会科の教員をやってます。そんな社会に抗う気持ちをセルフタイトルのナンバーにしました。ディコンストラクション。She can't explain
というわけでサクサクとちょっとね、3人合わせて150歳超えてますけどちょっと新曲作っちゃいました。ちょっとね、我々の芸風と違うなんかね、結構ね切ない曲作っちゃったよ、おじさん。行きましょうか、ブルーグレイデックです。行ってください。
ですね、スキャンダルというちょっと年がいもない派手な曲と、ラブ XYZ という曲、2曲を聴いてもらいたいなと思います。今日は本当にライブハウスに、次のバンドもその次のバンドもね、すごい活かしたバンドがたくさん出てますので、個人的にはならず者最高ですね。まあ、ほんまみんな全部最高でしたけども、リハで見てしびれました。どんなならず者が出るか、ぜひ皆さん注目してください。では少年のベストのからいきましょう。スキャンダル。Oh,
最後は穏やかですよ。目が覚めた目の前にあったイエス感謝した月の光だった I will know, I will know, I will know I wanna go be with you コンストラクション6番でした。どうもありがとう。